お、頑張ってる頑張ってる。うん。やってるわね。組陣営に気づかれないように近づこう。なんでマスコミの前でいきなり握手して捕まえる。そうすりゃ今度こそ逃げようがねえさ。うん。その後どうする。昨日の和解をしようってことで奴を選挙官の中に引き込めばこっちのもんさ。でも気をつけろ、俺たちずっと監視されてんだぞ。でもこんだけ人の目あったら大丈夫じゃないって思っちゃうんだけど、好きなようにはできないでしょ。皆さん見てください。おい、いいのかお前ら。この人は久米と同じ立候補者だぞ。そんな人に手を挙げた日には久米も評判落とすんじゃねえのか。残念ながら俺らは組陣営でもなけりゃ神奈川2区の住民でもないんや。どこをどう探ったって久米とのつながりは見つからへんで。なるほど、よく考えてんの。なるほど。ちょっと何納得しちゃってるのよ。早くしないとまた久米に逃げられるわよ。ん、焦らんでもすぐに楽にしたるわ。今日こそきっちり息の根止めたるで。まあいつももうめんどくさい、すぐに絡んでくる。やってまる、当てると思ってんの。東京オウム言語。おい来た。いやもうめっちゃ多い。さあ東京オウム言語組倒したけど、やっぱ久米くん会えるのかな。よし、まだ久米は俺らに気づいてねえ。逆になんでこんだけやって気づいてねえんだあいつ。ポンコツにも程があるだろ。うん、娘レジボラコ。ん、何とぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。何とぞよろ、よろしくお願いします。よこんにちは。春日だ、春日候補が来てるぞ。カメラ回せ、路線だ。久米君、昨日の論戦の続きですか、春日候補。はい。いや、昨日は久米さんの上げ足を取ってすまねえと思ってな。はい。今日は和解をしに来たんだ。仲良くしよう。おい、話さない、必要など話さへん、話さへんでこの手。まあまあまあ、おいでおいで。マスコミの目がある前じゃなんですから、二人っきりで話しましょうか。うん、それがいいですね。じゃ、久米さんの選挙か。お邪魔しますね。お邪魔します。はいはい、こっから先はちょっと勘弁してくださいね。春日さん、どうした。どうした。星野会長の命が狙われています。はあ、今日清流会に襲撃があると小見汁へ闇情報が入ったんです。もう、あとは星野会長、その日も清流会に異変があるようだと言っています。マジかよ、会長が狙われてる。なんで清流会も。久米も青木亮も今は後回しにすべきかと。なるほど、また来るぜ。またね久米くん。あれか、清流会でトラブルだ。若が言ってたのって星野会長ってこと。おい、なんだよ、久米はもういいのかよ。いい、久米はもういい。え、マジ清流会本部急げ。了解した、ちょっと清流会行きます。星野会長がちょっと心配です。ん、あれ、カートができねえ、トラコカートができねえ。そうなんだ、あ、そっか、それどころじゃないってか。あー、なるほどね、星野会長のとこ急がへんとは言うてトカートやりに来るっていう小ボケかまそうと思ったんですけど、ダメでしたね。ドラゴンカートか、なかなか面白そうだな。ねえんだよ今。免許センターの血が騒ぐのか。なんだよ免許センターの血って。どういうこと、安全運転。じゃ別に血が騒がねえよ。今日飲んだったら騒ぐんだよ。無免許運転か。それなら警察の血が騒ぐ。あ、そうだよね。強いて言えば証明写真機とかかな。ああ、なるほど。はあ。でも足立さん撮ってたの。ああって分かってんの、春日一番。分かってない言い方だったけど、ああ。いや、それこそ足立さん聞いてください。私最近ね、味村最近免許更新行ったんですよ。なんかもう頭の中足立さんでいっぱいだったんですけど。足立さんどこの仕事やってんのかなと思いながら免許更新してました。見てると魚食いたくなってくるな。この海で寿司とか食いてえけど金ねえしな。あ、寿司食いに行く。回転寿司なら結構安いわよ。変わったメニューとかもあるし。あ、なるほどね。
ハンバーグ巻きに牛カルビ巻き、あーあるよね、最近はパフェもあるわね、うん、もはや魚ねえじゃん。つか俺がむしろ本ねえじゃん。寿司はどうなっちまったんだ。ブックオフなのに本ねえじゃんみたいな。可愛いな、カスバ一は。いや本当はね、あれダイモンを探したいんだけど、なかなか見つかんないよな。また行けそうであればもう一回蒼天堀に戻るっていうのもありかもしれないな、どっかのタイミングでね。結構トイレとかに落ちてたりすんちゃうと思うんやけど。ダイ、うん、ちょっとなんてとこに連れてくんのよ。違う違う違う、おお、それもそうだな。ダイモン探しに来ただけだから。でも中ってこうなってるんだ。あんま変わんないでしょ。やっぱり個室少ないわね。ああ確かに。それ男子トイレだからな。漏れそうな時に個室埋まってた時の絶望感といったら、待ってる時間が永遠にも感じるよね。そんなギリギリで行くの。その時に出てくる人がいると神に見えるぜ。本当。まさに神頼みね。あ、まあ確かにね。まあ、こっちの便器もあるからあんまこっちの個室いらないんだ。でもなんか公園とかだったら全然2個でも十分かなと思うんだけど、もうこれ女子トイレとか入れたりはしないですね。許してくんないですね。勇者はそんなことすんなってことですよね。パンのいい香りがするぜ。パン、ほんとだ、ここね、喫茶店ね。今行こうと思ったんだけど。私クロワッサン食べたいな。あ、いいね、クロワッサン。クロワッサンってどういう意味なんだ。え、フランス語で三日月という意味で。あ、そうなんだ。詳しいな。まあ昔遊んだゲームで覚えた知識だけどね。春日くんもゲームが好きなら何かそういうのあるんじゃない。あ、でもゲーム知識っていっぱいあるかも。復活の呪文は綺麗な字で書いておかないと復活できないとか。あ、なるほどね。それは知識というより教訓だね。自分の字が読めなかったんだろうな、ちっちゃい頃。そうだね、昔のゲームってセーブがない分、その復活の呪文で確かセーブ機能みたいな感じだったもんね。いらっしゃいませ。クロワッサンあんのかな。クロワッサンないからパン食べとけ。パンとどうしよっか、コーヒーは飲んどく、とりあえずね。いただきます。いただきます。おう、パン準備。どうした？そんな難しそうな顔して。え、どうしたの？クロワッサンないから。ああ、いえ、ここの焼きたてパンは美味しいからじっくり味わっていたんです。うん、よかったね。ああ、そういうことか。ここのパンはどれも生地がしっかりしてる。お前らずっとパンの話してんじゃん。噛めば噛むほど旨味が出るんだよな。ああ、確かに。パン準備は何パン食ったんだ。え、春日さん、パン準備。今なんて言いました？パン純義は何パン食ったんだ。今パン純義って言ったよ。パン純義って言いませんでした。そんなこと言ってねえよ。聞き間違いだろう。わざとなんかな。そうでしたか。失礼しました。なあ、パンギャドン。あぶねえ。パンのことぼーっと考えてたら間違えてパン純義って言っちまった。ごまかせたようでなんとかなったか。でもバレてたってどう考えても。俺は聞いてたぜ、パン準備。いや、こいつどうせならもっとうまいこと言えよ。カスが1パンとか。カスが1パン1パンって無理があんだろ。いや、でも同じじゃない、パン準備と同レベルだって。やっぱり言ってたんですね、パン準備。パンパンうるさいわね。いい大人なんだから静かに食べなさいよ。ごめん、さっちゃん、ごめん。すみません大人3人が怒られて。なんで私まで、ね、パン純義まで怒られてね、被害者なのにね。まあ一応清流会の方には来てみたんですけど、どうなんだろう、星野会長大丈夫なのかな。ええ、どういうこと。これ清流会、やられすぎでは。ちょっと高部さん、高部さん大丈夫そう。死んだの、大丈夫、撃たれてない、大丈夫。カスがパチクソに撃たれとるやん。撃たれたのか。大見連合だ。銃を持ったのが一人、他に約10人。親父とこに向かった。親父が会長の部屋増えたな。頼む、急いでくれ。任しとけ任しとけ。
うわ、めっちゃ大海連合来よったの、カズガ。もうスーツの色でわかるわ。大海連合会長は、そこでもうちょい待っとき。まだお掃除が済んどらんのや。なんだと、てめえら、ざけんじゃねえ。いや、ほんと、どうしても星野会長までいなくなったら、私、多分もう心持たないぞ、マジで。じゃあ、近江連合終わった。でもまだ、こんなもんじゃ終わんないの。銃を持ったやつと、あ、10人ぐらいって言ったから、まだ、何人かいるはずだけど。あんたが会長を、お前はいつだって遅いんだ。使いに行かせても、しのぎに行かせても。なんで星野会長を。偉人さんにはこれがとどめになる。清流会トップのこのじいさんがこのグレーゾーンのブレーンで偉人町にとっての支えだったからな。あとはほっといても勝手に崩れ落ちる。若はそうお考えだ。若もあんたも何を怖がってんだ。今さら星野会長を消さなくったって、あんたらはもう勝ったも同然だったろ。飛ぶ鳥落とすって青木亮が何だって今さらこんなことを。お前のせいだと言ったらどうする。何、おい一番、どうしたの。南波先輩、選挙区は若にとってどれだけ大事なのかお前も知ってるはずだ。なのに殺しの前科持ちのくせに衆院選に立候補なんだ。悪ふざけにも程がある。若はお前が目障りなんだよ。俺が当選するのが怖いとでも。冗談言うな、万に一つもねえだろ。じゃあなんで星野会長を襲った。我がはな、万に一つもねえもんでも目障りなもんは許せねえんだ。だったら俺を殺せばいいでしょう。そうできりゃしたさ。だがお前は随分人目を引いてくれた。今殺しの的にするにはタイミングが悪すぎだ。だから代わりに会長を。ああ、お前の後ろ盾は偉人さんの連中だけだ。今お前に手を出せない以上、やれることで最も効果がある選択をしたまでさ。若は何かをやるとき裏から手回さずにはいられねえのか。絶対負けねえように保険かけずにはいられねえのか。いつからそんなになっちまったんだよ。俺はあんたらには取るに足らねえゴミみてえなもんだろ。なのになんでそこまでやる必要があんだよ。どうなってんだあんたら。荒川のおやつさんを殺したのもあんたなのか。さあな、もうどうでもいいだろそんなことは。
わしろさんは強いぞ多分。え、それずるくない？それ持つんずるくない？え、ちょっとそれ、ちょ星野会長のやつでしょ、ダメやつ。白黒つけようぜ。それずるい。お前いつもなんか補足。白いよ。きついな。なんか持ち出しやがって。いや、ほんとずるくないあれ。何恐れることはねえさ。だってお前、前回戦った時勝てたんだろ？前はなんかあれでしたもん、ガラスだった。多分勝てたのは運が良かったからだ。それが向こうが手を抜いてたんだ。そうですよね、そんな感じします。それに沢城の頭は武器を操らせたら最強なんだい。刀なんて得意中の得意だぜ。早言うてなるほど、そういうこと。早言うて。いずれにしてもこの戦いはきつそうってことか。でもねえ、殺しの荒川組の若頭だ。なるほど。ちょっとやばそうな気配。ハンギョロン連れてくればよかったな。無視で突っかかるなよ。遊撃戦があった方がよかったかもね。あんま近づきたくないよな、刀持ってるってことはね。まあ、とりあえず爆薬投げとくか。ひとまず投げてみてどう感じか。おい、なるほど。いや怖い。え、怖っ、怖っ。え、ちょっとさっちゃん、さっちゃん今回もあの回復担当ね。うん、さっちゃん回復担当。どうせ多分沢城城はメロメロならないから回復担当ね。おっしゃ。いや、それにしてもちょっと前回のそのおやすさんのこともあって、そこから星野会長までいなくなるっていうのが正直だいぶ心に来るものがあるんだけど、やってらんないよな。いや、でもなんか星野会長いなくならないが欲しかった、個人的に。すごいね、あの人って回を重ねれば重ねるほどすごい面倒見がいい人っていうか、カスが一番という男をどんどん好きになってくれた人だったんだよね。またそれ、このタイミングでメンバー交代もできるんだ。だとしたらちょっとハンギョドン入れて銃撃戦に変えた方が良くないか。多分だけど、あんまり沢城に近づかない方がいいっていうか、こう苦手な攻撃っていうのを把握した方がいい気がするね。多分だけど、銃撃効くんじゃないこのタイプって。そんなにってなると、お前どうすりゃいい？いや、ちょっと調査も連れてくるか。ちょっと様子見たいな。でも、絶対サッちゃん必要だから。これもやってみてもらっていい？電撃がどのぐらい効くか。お掃除丸と、あ、お掃除丸と同じタイプだ、こいつ。え？もう、怖い。よかちゃん、え、ライオン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 の勝ち。バレた。あれ、星野会長のやつなのに。危ないよ、でも。短くても多分危ないよ、あれ。え？え、何それ？誰の杖？え、会長の杖？ちょっとお前、星野会長のめっちゃ使いこなす。ちょっと待って。何つ、杖？いや、もうあの杖って怖いんだけど。回復したし。なんだ、あの妙な技は。わかんない。何あいつ。あれは、西洋の杖術だ。え？想像してたよりも段違いの迫力。お前もあれ使えや、杖持ってんだろ。想像？なんでそんなの知ってんだよ。俺、最初に傘を持って戦っていたろ。おう。あれはな、拾った古本に載ってた武術の影響だ。そうなんだ。そんなもん読んでたんだ。頭がやったのが同じ武術なのか。まあ俺のはさておき、さっきの沢城の動きを見てその本に書いてあったのが理解できたよ。あいつ何者なん？武術？どうぞ。本物ってことか。やっぱ頭はどんだけの武術を身につけてんだ。それをこれから解くと味わうんじゃないかね。やばいね。確かそれこそ難波先輩が使った傘の戦い方って気絶したりするよな。何それ、何それ、うわー、なよろしくないな。ショックで何も言えなかった。調査の技で何かこう引っかかるものがある。ないぞないぞ、何もあかん。何ぞ、ちょっと気絶したんだけど、ずっとくるくるやってんや、あいつ。どうにかしなよ。やばい、ちょっと待って、やめて。ちょっと連続攻撃やめて。ちょっと今ダメ。今ダメ。ちょっと待って。
俺の番だった春日さん言ったんだ。あ、聞く調査の技超聞く。あ、なんかダジャレみたいになっちゃった毒がどのぐらい効くかもやってる。あ、まあほどほどか。あ、ちょっと待って、いや、調査のこれが効くっていうの分かったからもうがっつりやってたんで。いやまた出た、また出た。いや、ちょっと待って、待ってください。あ、ちょっと待って、復活。ちょっともうちょい頑張ってもらっていいですか。星野会長の敵取ってやってくださいよ。やばい、ちょっと待って、ダメダメダメよ、増えつこんダメよ、絶対ダメ。ちょっと待って待って待って、また近づきちゃうからやめてよ父さん。いや、これ倒れたらもう追い打ちかけてここでお前しつこいって。もうマジでやめろ、マジでもう嫌い。うん、多分ね、ジャストガードさえできれば、あの追い打ち攻撃じゃないのに、ね、全然いける。こいつ攻略さえ分かれば全然いけるかもしれない。あともうサッチャのギャンギャン回復、ギャンギャン回復でいって、できるだけ避けていく。あ、やばい、そこは追い打ち来るかも。やめてください、違うんです、やめてください。もう長さん何回か死んでるんでやめてください、いじめてあげるの。お、変わる、今危ない危ない危ない。いやもう沢城ほんといい加減にしろ。あ、危ない、あれあれ危ないよ、あれ処理しときなさい、誰か。危ないで、ね、手素手で持ったら危ない、素手で持ったら危ないよ。そんなに分厚いのかな、その手袋。二刀流になったよ、二刀流になった。様子がおかしい、様子おかしいってずっとあいつの折れた刃物を直に握ってるし、痛い痛い。でも考えられない。構えにも聞き迫るものがあるな。もう考えられない、もうやだ、様子おかしい、頭おかしい。本気ってことだね、みんな気をつけてくれよ。いやマジそれ、いや本当みんな気をつけてね。いきなり来たぞ、ジャストガード大事にしていこうね、気をつけて。そう、あー、ザッちゃん上手、ザッちゃん避けるの上手。何、目を閉じ、あ、目を閉じて集中、足ガクガク。え、ちょっめっちゃずっこい、回復してる、まあ、私たちが言うのもなんなんだけど、毎回回復してるから。回復してってんのどうにかしてもらっていいですか。それでお打ちしていかなきゃ、え、全回復とかするくない。一回ちょっとジエさん呼んでみていいですか。ジエさんに、ワンちゃんビビらねえから、ジエに頑張れ、じいさん。デリバリーよろしく。いやでもやっぱね、一回真島五郎と冴島さんと戦ったからって、そこまでの緊張感はね、やっぱりあれ以上のものは生まれない。仮面の殺人鬼じいさん、頑張ってくれ、見せちゃえ、これが本当の包丁さばきじゃぞっていうとこ見せちゃってくださいよ。こうだぞって、お前の刀なんでそんな大したことねえんだぞっていうとこ見せてやってくださいよ、ブッチャッチョー。お肉をどうぞ、お肉の自衛よろしくお願いします。でも聞いてるっちゃ聞いてるのか、異様な殺気って何、危ないんちゃうん、異様な殺気。と一回みんな防御してもらっていいか、怖いからみんな防御、殺気を抑えるんかい。ほら見て。このさ、なんか星野会長をやったこの沢城に対して効く攻撃が、半純義と張さんの攻撃が効くっていうのは、それこそ肉の壁を表してていいよな。なんか取り返してる感じがするわ、敵討ってるというか。いったれ、回復すな、もうちょい、もうちょい頑張れ。いや、ちょっと当たっちゃう。いやでもいけるか、最後のこの極み上げでいった。めっちゃ時間かかった。いいじゃない、いいじゃない、こんなになっちゃった。いや、マジこいつやっぱ補足技半端なかった。
でもなんでそんな若のために動くの、そんな。頭、何やってんだよ、あんた。俺の知ってる沢城城は、何でも考えなしに人の言うこと聞く男じゃなかったぜ。たとえ若の命令でもな。どんな理由があっても、荒川のおやっさんを、おやっさんを殺すなってこと。沢城がやったのかな。それはまだわかんないけど。俺には若の命令が絶対なんだ。なんで？あの人を守るのが俺の生きる道だ。え、なんでそんなパフィーみたいなこと言うの？おやつさんを守ることが生きる道だったんだ。そうだよな。よく知ってるよ。頭、荒川の親父を殺したのは俺じゃねえ。え、そうだよね。でも俺のことが目覚めて。若に命令されたんじゃ。命令はされたさ。は？若の命令に逆らってのは後にも先にもあれっきりだ。俺に荒川真澄は殺せねえ。もうとっくに人手なしの俺にもただ一つその命令だけは飲めなかった。飲めるわけがねえ。やっぱり沢城の頭も親さんのこと。違う。極道が都政の親を殺せねえって言いてんだろ。違うんだ。え、その理由を俺は分かりさえ、いや誰にも話したことがねえ。どういうことですか？俺が荒川真澄を初めて見たのは杯を受けるよりもう少し前のことだった。15の頃だ。俺はどこにも居場所がねえ、どこにでもいるガキだった。あの頃の俺はカムロ町でひたすら喧嘩に明け暮れてた。金もねえ、未来もねえ。家に帰りゃアル中の親父に殴られる毎日だった。そういう状況で支えになるのは結局行き場のない人間たちだけだった。彼女のことはもう名前も思い出せねえ。とにかくその女と二人で先行きの見えないままごと暮らしを始めた。そして彼女が俺のガキをはらんだと告白した時にはもう下ろすこともできねえ時期になっていた。どうすんだよおい。俺らに育てられるわけねえのに。いつか間違って流産でもすりゃいいと俺たちはそうやって日増しにでかくなる腹を見て見ぬふりして病院にも行かなかった。でもガキは生まれちまった。あの娘が出産したのはデパートのトイレだった。俺が道路工事のバイトをしてる最中にたった一人で産んだらしい。どうしよう。全部なかったことにする。都合の悪いことは見えないところに追いやってしまえばいい。それまでもずっとそうやって生きてきた。あの頃の俺らには違う生き方を教えてくれる大人はそばにいなかった。だからちょっと待って、ないのあれ。地獄に落ちちゃうね私たち。ちょっと待って。絶対に。え、だから若の言うこと聞いてたのずっと。今さらなんだよ。俺はもう全部忘れた。いやー、せめえ早く帰ろうぜ。クズじゃねえかお前。おい、クズ、クソガキ。
やっぱり私戻る。ふざけんな、もういいだろ、忘れろよ。やだよ、戻らなきゃ。あ、おい、よせって。離して。え、待って、え、ちょっと待って、若た、若じゃないか、あれ。え、じゃあ逆に、99番だ。え、ちょっと待って、嘘。あのロッカー、あの人なんで、なんであそこを開けようとしてるの。赤ん坊がいるって気づいた。怖いよね、それはそれで。でもなんで、理由知らなかった。じゃねえかい。え、いいんだよ、あとはあいつが面倒見てくれるって。なんだか知んねえけど助かったんだよな。これでよかったんだよ。おい、沢城クズの極み。ちょっと待って、え、待って、え、でも、おい、大丈夫か、しっかりしてる。え、でも、じゃあどけ。おやすさんの子は？え、ちょっと待って。え、なんかいろんなこと考えちゃう。ちょっと待って。じゃあおやすさんはあんたの赤ん坊ってことは、その赤ん坊は荒川雅人、若だ。若はあんたの息子。マジ？お前も親父に聞かされたんだろう。大晦日の夜、親父は女と子供を氷川興産に狙われて、赤ん坊の受け渡しをロッカーでやることになっていたことを。でもその時、まさかもう一人別の赤ん坊がコインロッカーにいるとは思わなかった。思うはずねえよな。だから聞こえてきた赤ん坊の泣き声を頼りに、親父は間違ったロッカーをこじ開けちまったってわけだ。あの夜から5年、俺の子を産んだ女はもうそばにはいなかった。当たり前だろ、誰がお前と一緒にいるかよ。荒川真澄は、親父は神室町で生きていた。ちょっと待ってよ。車椅子の息子と一緒に。いや、かわいい若。あの男は確か、あの子供は。その日から俺はその男のことを調べた。若くして自分の組を立ち上げた荒川真澄のことは町で聞けば知る人間も多かった。だからいろんな話が聞けた。車椅子の子はずっと歩けない体だということ、それが生まれた夜に重い低体温症にかかったせいだということも。よせ、マサト。なんで、なんで僕の足だけ歩けないの。みんなは歩けるのに僕だけなんで。その言葉はそれから何日もずっと耳の中にこびりついて離れなかった。子供のことがなくても俺はいずれヤクザにでもなるしかなかったような人間だ。ずっと半端な人生だったからな。そして考えた。本当に構わねえだな。一度交わした杯は二度と戻せねえぞ。はい。もし杯をくれる人間を選べるなら、荒川真澄を置いて他にはないと思った。それなら飲み干せ。
しの荒川組はその頃なかなかの羽振りだったしな。殺しの荒川組はその頃なかなかの羽振りだった。それがおやっさんから杯をもらった理由か。違いますよね。あんた、若のそばにいるためにおやっさんと杯を交わしたんだ。そうでしょう。そのこと若は知ってるんですか。さっきも言った、他人にこの話をしたのはこれが初めてだ。墓まで持っていくことになるもんだとずっと思ってたからな。じゃあなんで俺らには。俺からも聞きたいことがあるからだ。聞きたいこと、何ですか。さっきのコインロッカーの話にはまだ肝心なとこが抜けてると思わないか。肝心なとこ。親父に連れ出されたのが俺の子だったなら、親父の本当の子はどこにいた。そういや親父の女は名前を茜さんと言った。そして親父と知り合う前は桃源郷ってソープで働いてたらしい。桃源郷って、そこは俺の生まれだ。ああ、今から言う話はあくまで俺の想像だがな、あの大晦日の夜、茜さんは腹ん中の子供ごと命を狙われてると、そう電話で知らされた。慌てて産婦人科を出た彼女は逃げる途中で産気づき、どこか埋める場所が必要だった。追われる身で少しでも安心して埋める場所、それは昔自分が勤めていたソープ桃源郷だったのかもしれない。すると、そういえばその日、その場所で生まれたって男がいたな。まさか、それじゃまるで俺が。まさか。親父がコインロッカーから若を連れて行った後、俺はもう一人の赤ん坊を見ている。どけ。騒ぎが収まった後も俺と彼女はずっと動き出せずにいた。死ぬはずだった子供が救われて、あとはもう知らん顔してりゃいい。少し安心した気持ちにもなってた。でもなぜあのヤクザはあんなに必死になって赤ん坊を助けたのか。泣き声で気づいたにしても誰かに声をかけることもしねえで助けたのはなぜか。安堵と疑問が複雑に絡まって頭が破裂しそうだった。でもその理由はしばらくして分かった。店長、ロッカーってこれですよね。鍵のかかってないロッカーだ。片っ端から開けてみるぞ。わかりました。あの人たち何してるの。わかんねえ。まさかこれか。いいね。え、その横、ちょっと待って。言いました。店長、いました、ここです。いたのか。ああ、そっか、いたか。ってことはうまくいかなかったんだな、受け渡しは。あ、嘘、赤ちゃんがもう一人。どうすんです、警察に届けたりとか。いや、少しの間預かっとく、茜ちゃんが迎えに来るまでな。あの子大丈夫なんすかね。命を狙われてるとか言ってましたけど。その時になって
やっと俺は分かったんだ。赤ん坊の取り違いが起きちまったってな。赤ん坊の取り違い。ロッカーにお前を託した茜さんはその後氷川興産に捕まるまで逃げ続けていた。その間受け渡しが失敗した時の場合に備えて赤ん坊がロッカーにいることを信頼できる誰かに伝えた可能性は高い。残された赤ん坊を取りに来た二人組が誰だったのか俺は知らん。しかしそれがお前の育ての親、ソープの店長、春日二郎だったとしたら、お前は荒川真澄の息子だ。バカ言え、そんなわけが。親父との DNA 鑑定をやることができれば全部はっきりする。だがそれまではあくまで想像の話でしかない。俺の話が必要のない戯言だと思うなら忘れてくれ。待ちなよ。清流会の会長を殺しといてこのまま逃げられるとでも。なら好きにしろ。どうせ俺にはもう先がねえ。うん？青木亮に荒川の親父を殺せと言われて俺はそれを断った。その時点で若は俺を切り捨てるつもりでいたんだ。だから俺に星野会長を殺せっていう無茶な命令をしたのも、もはや俺は三下の鉄砲玉みてえな使い方くらいでいいと思ったからだろう。なんだと。頭、おやさんを殺したのがあんたじゃねえんなら誰がおやさんを。確証はねえが頭補佐の石尾だかもな。やつが今若のお気に入りだ。荒川の親父が死んで以来のな。石尾だ。あの野郎がおやっさんを。沢城、おめえはこのまま行かせるわけにはいかねえ。本当ならこの手でぶっ殺してやりてえとこだが、まっとうに罪を償え。まっとうにか。今まで俺の人生にそんなことは考えたことなかったよ。いや、ちょっといろいろ思うとこあって泣きそうになっちゃうんだけど、なんか最後にさ、おやっさんと春日一番の会話で、おやっさんもちょっと春日さんを息子だと思ってたところはあったじゃん。まあそんなわけないって言ってたけどね。그거믿을만한정보맞아？그렇군。혹시또뭐나오면연락해。どうした？星野会長が狙われていると、そう教えてくれた匿名のタレコミですが、ネタ元はどうも沢城本人だったようです。そうなの？何？なんで沢城が自分からバラしたんだ。つまり沢城は星野会長を殺したくはなかったんでしょう。え？彼は春日さんに自分を止めて欲しかったのではないか。え、じゃあ撃つなよ。撃つ前に止めてやるから。があなたに直接それを伝えればはっきり青木亮を裏切ることになる。ですから
匿名で情報を流し、星野会長が殺される前にあなたが間に合うかどうかを天運に任せた。え、待って、私がなんかドラゴンカットが言ったからとかじゃないよね。え、嘘。え、本当に？いつも無茶なことばかり言いやがるんだ、あんたは。頭。